はい、どうも、ラスです。今日もね、ちょっと外で撮影しているんですけれども、今回もね、少し語る感じでやっていきたいかなと思います。今回は、パソコンの中でも結構キーボードの打ち方をですね、結構動画見てくださっている方がいるんですけれども、それに関してですね、少しね、キーボードを得意になるためにこうした方がいいんじゃないかなっていうのを少しね、お話ししていきたいと思います。キーボードなんですけれども、まずね、最初にやった方がいいのは、キーボードの、ホームポジションっていうのをですね、覚えるようにしていった方がいいかなと思っております。ちょうどね、キーボードの人差し指が当たるところですね、左手と右手の人差し指が当たるところですね。ここにね、画像なんかも載せておこうかなと思うんですけれども、まずホームポジションを意識しながら、タイピングのね、練習をしていくといいかなと思います。で、ホームポジションを意識したタイピングの、練習サイトもね、以前私少しね、調べていい練習サイトがあったんで、それもね、少しやりながらですね、ホームポジションで、キーボードのそのアルファベットの場所ですね、ABCDEFG とか、アルファベットキーの場所をですね、ある程度、理解できてきたらですね、今度、ローマ字入力のやり方ですね、アルファベットを組み合わせて、日本語のそのひらがな文字をですね、入力するのを、ローマ字入力と言うんですけれども、そのローマ字入力のやり方を少しね、習得していくのがいいかなと思います。僕の動画ででもですね、ローマ字入力のやり方を少し解説している動画ありますので、よかったらそちらもね、参考にしていただくといいかなと思いますね。なので、まず最初にね、キーボードを習得するときにやっておくといいのが、ホームポジションの取り方と、あとローマ字入力のやり方ですね。で、キーボードっていろいろね、他にもショートカットキーとか、ファンクションキーとかね、いろいろあるんですけれども、最初はね、そのあたりは無視して、ローマ字入力のやり方から、習得しておいて、あとはちょっとね、いろいろ他のキーの使い方とかを、習得していくのがいいんじゃないかなと思いまして、よかったらですね、今回の動画少しでも参考になると、嬉しいです。ということでですね、今回は簡単になるんですけれども、パソコンのキーボードの覚え方のね、少し解説をしてみました。自分もね、最初は本当にパソコンの使い方わからなかったんですけれども、まず基本からね、やっておくといいかなと思いますので、皆さんもよかったらぜひチャレンジしてみていただけるといいかなと思います。ということで、今回は短いですけれども、この辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしたいと思います。さようなら。